そうなんですよ。だから琉球料理はこのもう一回ね、宮廷料理と庶民料理と、はい、行事料理をまとめていうこの3つですね。そうなんですか。これが琉球料理です。だけどそれだけじゃなくて、今回皆さんにお伝えしたいのは、琉球の食文化は9つですよっていう、はい、料理だけじゃなくて文化もまとめて、やっぱり私たちは保存していく、はい、例えばお菓子もそうだし、お茶もそうだし、はい、器なども、例えばやちむんなんかも、はい、そっちに来るわけですよね。なるほど。それもまとめて、私たちは琉球の食の文化として保存してお伝えしていくっていう仕事をしてます。なるほど。はい、この3つが、そうです、3つが琉球料理っていうか、